今度はですね、はい、大家さんと僕とで沖縄料理にチャレンジしてみたいと思います。はい、はい、もうリミちゃんのためにね、いろいろ考えてきましたよ。本当ですか、嬉しい。ソーミンチャンプル、おお、大好き大好き、はい、僕もね沖縄でたくさん食べたんですけどね、うん、ちょっとアレンジしたんでね。なるほど、アレンジして、アサリを使う。で、じゃあ早速やりましょう。いきますか。これをキヨシ君ね、はい、水でね、はい、さらさないといけないんで。あ、さらすんですか。ざーっと洗ってね。ちょっとやってくれる？はい、お願いします、はい、これをね、知らない人、さらさないと絶対くっついちゃうんだよね。そうですね、よく洗わないとダメだね、うん、今日はね、はい、まずここでね、はい、普段だったら、うん、ここにアサリをここに蒸すときにですね、酒蒸しをするときに日本酒なんですが、はい、今日は雄三酢ワンポイントということで、はい、ちょっと変えました。なんでしょう。このミラーボールを入れちゃいます。これいいですか。はい、じゃあ島入れちゃいますよ。そうするとね、やっぱより一層沖縄っぽい味になる。じゃあですよ、まずごま油です。お、はい、これが大体どのくらいですか。これまあ大さじ1とか2とかその辺ですね。それで、ニンニク、うわで、もうすぐ香りが出ちゃいますから、はい、焦がさないにちょっと動かして、ね、あ、ちょっと、あ、俺がこれ振ってどうする。やりますでね、これ面白いんだけど、あ、もういい、あ、離れよ、離れよ、ありがとうございました。ありがとうございました。これお約束だけなんです。お約束です。じゃあですね、島、はい、おお、これはどれくらい入ってるんですか。島はこれはですね、ダブルダブルちょっと今日の場合はですね、はい、島だけだとちょっと水を入れます。そういったね、ちょっとしたこれでいいじゃん。これで開くのを待ちます。はい、あんま貝っていうイメージないですよね、沖縄って。シャコガイ、シャコガイ、そうそう、うまいよ。知ってる、シャコガイってこういうやつ。いや、知らない。人魚が入ってる。ああ、ペッコンでっかいぞ。はい、あ、ホタテの貝が膨れたみたいな。そうそうそう、ペッコンってこうなってますよ。ああ、知ってるでしょ、これ。なんかこういう石鹸箱になったりさ。ああ、ありますよね。あ、あれ、あのシャコガイめっちゃうまいよ。へえ、そう、貝ごと、貝ごと、そぴょーん。だからその中の貝がめっちゃうまい。そう、よくお刺身ね。どうしよう。はい、貝が開いたので、はい、バンとニラを。おお。で、キヨシ君バンバンバンと振っちゃってください。いきますよ。はい。ずー。はい。おお。ね。へえ、美味しそう。これはうまいですよ。ギャフンですよね。うん、ギャフン。うまくてですね、はい、ギャフンと言いますよ。へ、うん、でも本当美味しそう。じゃあ塩入れます。塩、お、あとはブラックペッパー、はい、ブラックペッパー。へえ、もう一回バンバンバンと、はい、もう一振り。うわ、おー、うまいでしょ。うまい、うまい、やるでしょ。じゃあキヨシ君よそってくれ。いいですか。難しいですよ、3つに分けということで、はい、ソーミンチャンプル出来上がりました。楽しみ。じゃあ早速召し上がってください。はい。はい、いただきます。いただきます。わーい、楽しみ。へへへ。いただきます。いただきます。おいしい。うん。違う違う。ヤフン。やったー。あー、でも美味しい、本当に。ね。うん。アサリの出汁が出て。うん、そうだね。だから、ね、イタリアのボンゴレみたいだよね。うん。美味しいと沖縄弁で何て言うんでしたっけ。マーサ。マーサ。え？マーサッサ。マーサッサ。マサッサー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 も美味しいって。あ、感情がこもってる。ちょっと何ですか似てますね。美味しい、調子いいね。うん、僕もふるさと福岡がね、うん、ふと恋しくなる時あるんですけど、うん、リミさんもありますか、たまに。うん、なんかやっぱりね、うん、離れてから、うん、
今ねすごくこう沖縄っていいなっていうのが。ああそうですね、離れて分かりますよね。